こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙天狗って本当にいると思う？唐突だな。実は、私の友達に天狗に会ったことがあるっていう人がいるんだよ。しかも、塗り壁やトイレの花子さんにも会ったことがあるし、なんなら時々遊んでるって。随分特殊な交友関係を持った友達だな。嘘でしょ？って言いたいけど、絶対にいないとも言えないし。参考になるかはわからないが。天狗や塗り壁のような伝承の裏側を教えることならできるぜ。なんならついでに、幽霊、カチカチ山、東安瀬、妖怪、鬼も、追加して伝承の実態を解説するなんていうのはどうだ？本当？ぜひ教えてほしいよ。ということで今回は、古くからの言い伝えの真実を解説するぜ。それではゆっくりしていってね。早速、古くからの言い伝えの真実をどんどん解明していくぜ。わーい、楽しみだよ。まずは、幽霊だ。日本では、死者が成仏せず現世に留まり続ける現象を幽霊と呼び、古くから恐怖の対象とされている。この現象は、世界各国で様々な表現で言い伝えられているが、日本の幽霊は他の国には見られない独特の風貌をしているんだぜ。幽霊といえば、白い服を着た髪の長い女の人が手をだらんと下げているイメージが強いよね。実は、幽霊に見られる、この手の形状は医学的に下垂死と呼ばれているんだ。下垂死になると、手の甲を反らせたり、手指の付け根の関節の収縮ができなくなり、手首と指が下がったままになってしまうんだぜ。幽霊は、同じ症状を持った人だったのかな？だけど、どうして下垂死になってしまったんだろう。現代では、怪我やスポーツの影響で起こりやすい症状だと言われているが、昔は鉛中毒で引き起こされることが多かったんだ。鉛が多量に体内に蓄積されることで貧血や腹痛を起こし症状が進むと、手の甲の感覚を伝える頭骨神経が上腕の中央部で傷つく頭骨神経麻痺を発症し、下垂死になってしまっていたんだ。鉛中毒？もしかして、昔は鉛を食べていたの？さすがに、食べてはいなかったが、鉛は古代から社寺の資材やおしろいに使われていたため、食用上で日常的に鉛を使う人たちがこの状態に陥りやすかったんだ。含まれている鉛の量は少量だったため、早期に鉛中毒だと分かれば治療もできただろうが、体内へ混入する原因が資材やおしろいだとは分かっていなかった。だから、長い間原因不明の病とされてしまっていたんだぜ。少しずつ、ゆっくり中毒症状が進んでいたんだね。恐ろしいよ。転機となったのは、1887年、歌舞伎役者で女形の中村福助が、演技中に足の震えが止まらなくなり、倒れてしまうという事件が発生したんだ。その後、原因が顔に塗っていたおしろいの成分である鉛であることが世に知れ渡り、社会問題化となったことで、鉛中毒という症状と原因が知れ渡ることになったんだぜ。明治時代になるまでわからなかったんだ。それまで、治療法がわからずに苦しんだ人が多かったんだろうね。江戸以降は特に、女性におしろいは欠かせないものだったから大変だっただろうな。使った本人に症状が出るだけではなく、授乳中に子供の口に入ってしまうなどという二次被害もあり、多大な影響が出ていたと言われているんだ。だから、手をだらりと下げた幽霊の正体は、鉛中毒で死んだ女性や役者の女形だとも、言われているんだぜ。なるほどね。鉛入りの化粧品が禁止されたのは1934年。つまり、1887年に鉛中毒という症状や原因が判明した後も、50年近くもの間販売され続けていたんだ。鉛中毒を悪化させて亡くなった人は数えきれないほどだと言われているんだぜ。古くから描かれている幽霊画がどことなく美しく見えるのも、身なりを気にして化粧を欠かさないようにしていた人ほど、鉛中毒で亡くなりやすかったという背景から来るものなのかもしれないな。日本で語り継がれている妖怪の一つに塗り壁がいる。ゲゲゲの鬼太郎に出てくる四角い壁に目鼻や手足がついた一般的な姿が有名だが、昔の絵巻では、家の壁に目鼻があるものや、三つ目の動物のような姿でも描かれているものもあるんだ。妖怪なんだけど、そんなに悪さをするわけでもない癒しキャラって感じだよね。現代では、漫画やアニメの影響から無害な妖怪というイメージの方が強いだろうな。だが、実際に塗り壁が人々を苦しめていたという言い伝えがある。その背景には、日本人の食生活の変化が関係してるんだ。塗り壁と食生活？全然関係なさそうだけど。日本人は、古来より玄米中心の食事をしていたんだ。白米が食べられ始めたのは飛鳥時代以降、身分の高い人々だけが食べることのできる贅沢品だったんだ。そうだよね。江戸時代になって食生活がさらに変化し、農業技術の進歩や神殿開発が進んだことで、米の生産量が飛躍的に向上。
流通システムの改善も相まって、江戸では上流階級以下の人たちでも白米の入手が可能になった。江戸に行けば白米が食べられると噂が流れ、地方から江戸に人々が押し寄せ、人口が集中するようになったんだ。江戸の人口が増えた理由に白米の力もあったんだね。一日に三度食事をする習慣もこの時期に始まったと言われる。ところが、この頃から江戸で奇妙な病気が流行し始めるんだ。足元がふらつく、怒りっぽくなる、時には床に伏せって離れられないといった。不可解な症状を訴える人たちが増え始めたんだぜ。なんだろう？何かの伝染病なのかも。しかし、療養のために田舎へ帰るとそのように症状が収まっていた。この現象に江戸の人々は長い間悩まされていたが、明治時代にようやく、その原因が判明したんだ。原因は、なんとビタミン欠乏症だったんだぜ。え？どうして？三食ちゃんと食べていたんだよね。江戸に来て白米を食べ始めた人たちは、それ以前は玄米や雑穀を食べていたんだ。玄米であればぬかにビタミン B1 やビタミン A が含まれているが、白米にはほとんど含まれていない。そのため、B1 の欠乏でかっけ、ビタミン A の欠乏で夜盲症を引き起こしてしまっていたんだぜ。白米と玄米って、栄養がそんなに違うの？玄米には 100g あたり 0.5g のビタミン B1 が含まれているのに対して、白米は 0.1g だ。ぬか単体であれば 2.5g も含まれている。庶民の食べ物として、ぬか漬けや、ぬか炊きといったぬかを使った料理を江戸に行く前は多く食べていたため、普通に食事をしているだけでも、ビタミン補給ができていたんだ。それが白米中心の食事になったことで、ガクッとビタミン含有量が減ってしまったんだぜ。まさか、美味しいものを食べて病気になるとは思っていなかっただろうね。かっけや夜盲症の症状が重なると、夜には前が見えづらく、足元もおぼつかなくなるんだ。その結果、日の前に何かが立ちはだかっているような現象が起き、原因不明のその症状に人々は恐怖を感じ、塗り壁という妖怪として言い伝えられるようになったと考えられているんだぜ。なるほど。それが、漫画やアニメのキャラクターになって現代まで残っているんだね。塗り壁のキャラクターをテレビで見ている子供たちは、まさか塗り壁の正体がビタミン欠乏症だとは夢にも思っていないだろうな。次は日本のわらべ歌の東ヤンセだぜ。東ヤンセ、東ヤンセ、ここはどこの細道じゃから始まるわらべ歌だよね。歌の漢字とか歌詞とか、ちょっと怖い感じがするって思っていたんだよ。歌詞には天神様の細道、七つのお祝いというキーワードが入っている。天神様の細道とは、福岡県の太宰府天満宮や東京の湯島天満宮などの、天神を祀った神社の参道のことで、七つのお祝いは七五三のことを指していると言われているんだ。つまり、七五三のお参りに天神様に行くというおめでたい情景を歌ったものなんだぜ。だけど、雪はよいよい、帰りは怖いって何なんだろうね。帰り道に何かあるぞって脅されているみたいで怖くない？七五三は、子供の成長を祝う年中行事として受け継がれてきたものだが、5歳で行う男児のお祝いを袴着、7歳で行う女児のお祝いは帯時と呼ばれ、子供の着物から卒業する儀式だったんだ。江戸時代の平均寿命は30から40歳。医療が発展している今とは違って、子供を乳幼児のうちに命を落とした者も多かった。この歌には、そんな当時の子供の命の危うさを表しているんだぜ。無事に成長してくれるか怖いってことなの？昔は7歳までは神の内という言葉があり、7歳未満の子供はまだ人間ではなく神の子であるから、いつ神の元に帰ってもおかしくないという考えだったんだ。しかし、7つのお祝いに天神様に参ったら、その帰り道で手を引く時にはすでに子供は人間の子、神の子である間はその生も死も天命だが、帰りの鳥居をくぐって神域を出れば、その子に降りかかる厄災から守るのは家族の役目だということだぜ。そういうことか。7歳以降、つまり帰り道も気を抜くなと言いたかったんだろうな。厚生労働省が公開しているデータでは、1899年の乳児、つまり生まれて1年以内の子供の死亡率は 15.38%。およそ10人に1人以上の乳児が命をなくしているんだ。2019年の 1.9% と比べると当時の子育てがどれだけ大変だったかが伺える。日照りや水害などの天災、それに伴う飢餓、日頃からの栄養事情の悪さ、さらには放送やはしかなど子供の命を奪ってしまう要素は、数えきれないほど日常に溢れていた。そんな中でなんとか子供に生き延びてほしいという思いが東安世には込められているんだぜ。なんとなく怖い雰囲気の歌だと思っていたけど、そんな意味が込められていたんだね。昔は得体の知れない体の不調や現象を妖怪の仕業だと考える傾向が強かったんだ。その一つに火だるかみがある。
長旅の途中の旅人や、山や丘を越える途中の人が、急に激しい疲労感や空腹感に襲われて動けなくなり、最悪の場合は命を落とすという現象は火だる神に取り憑かれたせいだと、恐れられていたんだ。妖怪が旅の邪魔をしてしまうってこと？火だる神は、雪合神またはガキ付きの一種で、旅人が道中に亡くなって妖怪化したものだと考えられていたんだ。地方によってだらし、だる、だりなど呼び方は違うが西日本を中心に伝承されている。人間を生き倒れさせる妖怪なんだぜ。もともとが旅の途中に亡くなった人だから、悔しくて他の人の旅を邪魔しようとしているってことなのかな。火だる神を解体では、痩せこけた体に膨れ上がったお腹、ギョロギョロと際立つ目という特徴が見て取れる。まさにガキそのものなんだぜ。昔は長旅の移動手段が徒歩のみということも多く、途中で生き倒れて命を落とす人は決して珍しくなかった。自分も道中で火だる神に襲われるのではないかと恐怖におののく人も少なくなかったんだ。ただ、実際には、この症状は妖怪とは関係なく低血糖の症状だったのだろうと考えられているぜ。低血糖って、お腹が減った時なんかに起こる症状だよね。火だる神に疲れたという人は、急激な疲労感や空腹感に襲われ、立っていられなくなったり動けなくなったりという症状を起こしている。文献などで描写されているこの状態は、低血糖状態だとすれば説明がつくんだ。何も食べずに長時間歩き続けると体内にある糖質を使い尽くし、次に脂肪が分解されてエネルギー源として使われる。ただし、脂肪の分解には少し時間がかかるから、血中の糖質が少ないと補給が間に合わずに低血糖を引き起こしてしまうんだぜ。空腹時に有酸素運動をしているようなものだよね。空腹の方が脂肪の燃える率は高くなるけど、体調を崩しやすくなるからちょっとだけ何か食べておいた方がいいって聞いたことがあるよ。バナナやチョコレートを少量食べておくといいと言われているな。合わせて長旅のような長時間の運動になるのであれば、少量ずつ糖質を含んだ食べ物をこまめに口にしておいた方がいいんだ。ただ、昔はスーパーやコンビニ、自動販売機なんてものはなく、暗くなる前に距離を進みたいという気持ちから無理をして低血糖を起こしてしまいやすかったようだ。続いて天狗だ。塗り壁、火だる神に続いて、妖怪が三つ目だね。天狗は妖怪の中でもトップ3に入るくらい有名なんじゃないかな。天狗と言われて、あの真っ赤な顔や長い鼻、大きな内輪が特徴だよな。衣装は白い装束に高げた、空を飛び、怪しげな妖術を使うというイメージが定番だが、このようなイメージができたのは平安時代以降だと言われているぜ。そうなの？それ以前はどんな風に言い伝えられていたのかな？日本書紀では、中国発祥の話として幽霊を天狗として登場させていたんだ。古代中国では幽霊を天の犬として恐れ、司馬遷の式では、犬が吠えるような音を立てて落下する幽霊だと、記述されているんだぜ。犬が吠えるような声の幽霊？想像するのが難しいよ。幽霊が地上まで到達すれば、大きな被害をもたらす。そのことから天狗という言葉には、空から飛来してくる不吉なことや、まがまがしいことのイメージがあったと推測できるんだ。そのイメージが日本に伝来し、日本書紀の記述になったと考えられているんだぜ。そういえば、天狗には素早く飛び回ったり、火の玉みたいなものを飛ばしたりするっていう言い伝えもあるよね。それは幽霊から来ているのかも。空から石を降らせるなんて話もあるな。日本へ伝わって姿形は変わったものの、幽霊に由来する部分もそんな風に残されたままになっているようなんだ。だけど、日本に伝わってきたからって色々変わりすぎなんじゃない？着物や高げたなんて全然関係ないよね。なぜ現在のようなイメージとなって語り継がれるようになったのか。それには、いくつかの説があるんだ。まず一つ目は、天狗が山の変わりやすい天気の象徴なのではないかという説。山からかぐらのような音が聞こえたら雨が降る。天狗が風を吹かせるなど荒れた天気を思わせる描写が付き物なのも、それを裏付けているんだぜ。山の変わりやすい天候を表そうとして、内輪で風を出したり、突然現れたと思ったら飛んでいったりみたいな描写になったってことなんだね。二つ目は、修験者の姿が元になっているという説だ。昔は山奥で人知れず修行を積む修験者が多かった。山の中でそんな修験者、つまり山伏に出会った人が、その格好を見て、天狗の存在を当てはめたのではないかと言われているぜ。山伏か。服装が天狗にかなり似ているし、有力そうだね。山奥で人知れず修行に励む修験者に唐突に遭遇した人からすれば、不気味な妖怪のような存在に見えたとしても不自然ではないからな。三つ目は、何かの動物を見間違えただけではないかという説だ。もともと天狗は幽霊を例えたものだったが、空から降ってくるように現れた動物を見た人が、幽霊のように現れた何かイコール天狗だと言い広めたという可能性は高い。
例えば、ワシやタカ、カラスやトビなどが候補に挙げられるが、現在の天狗のイメージから考えるとムササビが有力だと考えられているぜ。ムササビって、体のマントみたいな膜を使って飛ぶ動物だよね。大きな目がクリクリしていて可愛いやつ。ムササビは本州、四国、九州に生息する。前足と後足との間に被膜を使って木から木へ飛び移るという習性を持つ哺乳類だ。ピンク色の大きな花や木や森を飛び回る姿は天狗を連想できる部分が多いんだぜ。ムササビの花ってピンクなんだね。この大きくて赤っぽい花がいつの間にか長くて赤い花と、言われるようになったなんてこともありそうだよ。ムササビには、直径3ミリくらいの糞を木の上からバラバラと降らせるという習性もある。これがあたかも天狗が降らせるこの葉のように思われたのかもしれないな。ちなみにムササビは夜行性で、遭遇したとすれば夜だと考えられる。薄暗い中で発見した人物が想像を大きくしてしまったとしてもおかしくはない。昔の人が、恐れていた天狗は、もしかしたらムササビだったかもしれないんだね。なんだか、微笑ましい話だよ。平安時代、一条帝の御代に、京都にある大江山に鬼が出るという噂が広まったことがある。それが四天童寺だぜ。そのまま読むと、お酒を飲む子供だね。子供の鬼なのかな？四天童寺は人間でありながら6歳にして鬼と化したと言われているんだ。元は子供だったとはいえ、酒が好きすぎて家来から四天童寺と呼ばれるようになった。首を取られても首だけで襲いかかってきたなど、子供を感じさせる部分は皆無の鬼なんだぜ。全然子供要素ないじゃん。当時の京では、若者や姫君が次々に神隠しに遭うという事件が頻発し、人々は恐怖に恐れをののいていたんだ。事件の解明を依頼された陰陽師矢部の声明が占ったところ、神隠しの正体が山に住む四天童寺たちの仕業だということが判明。そこで、一条帝の命を受けた源頼光らが討伐に向かうことになったんだぜ。おお、鬼退治に向かったんだね。桃太郎みたいだよ。一行は見事四天童寺ら鬼たちを見事に退治。その首を埋めたと伝えられる鬼塚が、京都の首塚大明神として今も残っているんだ。鬼にまつわる伝説は日本各地にたくさん残されているが、日本人にとって鬼は厄災の象徴であり、多くはそれを具現化しているものだと言われているぜ。厄災の象徴？ってことは、実際には四天童寺たちはいなかったってことなの？四天童寺の伝説が生まれた当時の京都では、痘瘡と呼ばれる疫病が蔓延していたんだ。痘瘡は天然痘のことで、世界中で流行を繰り返しておびただしい数の人々の命を奪ってきた伝染病だぜ。ということは、四天童寺が人をさらって食べていたんじゃなくて、天然痘で人が亡くなっていく恐怖を鬼に例えているのかな？退治した鬼の首を収めたとされる首塚大明神は、厄災を阻止、退散させるための祭祀だったと考えられているんだ。実際に鬼がいたかどうかは定かではないが、厄災の象徴である鬼を倒し、祭祀を設けたということが重要だったんだと思うぜ。天然痘の被害が早く収まってほしいと思う。今日の人たちの思いから四天童寺の伝説が生まれたってことなんだろうね。最後の言い伝えは、花子さんだ。花子さんもめちゃくちゃ有名だよ。学校の七不思議に必ず入ってくるよね。日本全国の小学校で語り継がれる言い伝えだな。地域や学校によって多少異なるが、花子さんの代表的な都市伝説の内容には、一誰もいないはずの学校のトイレで花子さんと呼びかけると、奥から三つ目の部屋から返事がする。二中から赤いスカートを履いたおかっぱ頭の少女が現れて個室に引っ張り込まれる。という二つの特徴があるんだ。全部の小学校にいるなんておかしな話なんだけど、なぜか信じちゃうんだよね。この怪談が生まれたのは1950年代だと言われている。それが1980年代にはおひれをつけたエピソードが増えて全国的に広まっていった。都市伝説と化した花子さんはその後、映画や漫画としてもたびたび取り上げられることになったんだぜ。そういえば、花子さんの伝説って何がきっかけで始まったのかな？まずは、昭和12年に岩手県で起こった一家心中事件が発端ではないかという説だ。内容は、母親が夫の不倫に苦しんだ末、家族を次々に道連れに殺して無理心中を行ったというもので、母親が長男や次女を殺し、それを目撃した長女の花子さんが学校のトイレに逃げ込むが、用務員が母親にそれを教えたために捕まり殺されてしまったそうなんだぜ。ひぃ、そんな事件が由来だったの？怖すぎ。ただし、この話そのものが作り話だとも言われていて、本当にこの都市伝説と関わっているのかどうかもはっきりは分かっていないんだ。そうなんだ。ちょっと、ほっとしたよ。他にはどんな説があるの？小学校でのみ言い伝えられている点から、学校という集団生活の中で、教師や親、校則や勉強へのプレッシャーに、
晒される続ける子供たちが、現実逃避ストレス発散のために作り出し、拡散していったという説もあるようだな。また、トイレの古い歴史に関わる風習が元になっているのではないかという説もあるんだ。古来では、トイレは神聖な場所で川や神という神様が左右の手で人間の排泄物を受け止めてくれたり、土地を清め、土地の発展を促してくれたりしていたと考えられていた。川や神を祀るという意味で、江戸時代頃から風習としてトイレには花や人形が置かれていて、人形の多くは、赤と白の服を着た女の子だったと言われているんだぜ。赤と白？花子さんは赤いスカートで黒いおかっぱ髪だったよね。その人形が原型なのかも。その人形はトイレの神様と呼ばれているが、花子さんはそんな日本人の記憶にすり込まれた。原風景の一つから来たものでなないかという説があるんだぜ。もし、トイレの神様人形が元となった都市伝説なのだとすれば、花子さんは恐ろしいものではなく、今も日本全国で小学校のトイレを守ってくれている神様なのかもしれないね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど霊夢、何か日本の伝統で不思議だと思うものはある。え、そうだなぁ、やっぱりクリスマスとお正月かな。それのどこが不思議なんだ。だって、12月24日にキリスト教の行事をして、その1週間後に神社に初詣に来るよね。どっちの宗教やねんって。というかうちの神社にお賽銭入れてよって。霊夢の神社が寂れてるのは不思議じゃないけど。でも確かに海外の人から見たら奇妙だろうな。今はさらに10月末にハロウィンもやるけど、これはキリスト教とも関係ないしね。どれか一つにしてほしいね。そしてうちの神社にお賽銭を入れて。という自然な流れで今回は、日本の不思議な伝統、伝説15選を解説するぜ。それではゆっくりしていってね。日本の不思議な伝統、伝説15選。その1、日本各地の不思議な伝説。最初に紹介する伝説は、北海道、万年寺のお菊人形だぜ。霊夢、髪が伸びる人形の話って知ってる？ああ、よくオカルトネタであるやつね。あんなの嘘なんでしょ？ところが事実なんだぜ。この人形は本当に髪が伸びていったんだ。怖い。このお菊人形は、髪の毛が伸びる人形、という怪談の一ジャンルを確立したと言われる元祖的存在なんだぜ。大正7年に、当時17歳だった鈴木栄吉という人が、3歳の妹の菊子のためにおかっぱ頭の人形を買ってあげたことが始まりなんだ。妹思いのいいお兄ちゃんだね。私もそんな人がいたらなぁ。菊子はこの人形を気に入り、可愛がっていたそうだぜ。しかし翌年、菊子は風邪が元で亡くなってしまった。かわいそう。お兄ちゃんも悲しいんだろうに。人形は、棺に収めるのを忘れたため、菊子の仏壇に飾られていたんだ。それが、いつしか。どうなったの？人形の髪の毛が、伸びてしまったそうだぜ。へぇ、菊子ちゃんの霊が人形に乗り移った。たたりじゃ。霊夢、お前一応は巫女なんだから落ち着けよ。あ、そっか。よし、じゃあスーパー美少女巫女の霊夢ちゃんがお祓いしてあげよう。間に合ってます。その後、鈴木家は北海道を離れたため、人形は万年寺に預けられたんだ。お寺で供養して伸びるのも止まったのかな？そうはいかず。人形の髪の毛はさらに伸び、菊子の霊が宿ったと言われたんだ。怖いよ、マジでそんなことがあるなんて。髪の毛が伸びるのは超常現象だという人もいるけど、実は科学的根拠があるとも言われているぜ。え？科学的に見たらありえないんじゃ。こういった人形を作るとき、人形の髪の毛に使われるのは1本の長い人の髪の毛で、この髪の毛を折って2本の髪の毛としてくっつけているそうなんだ。ほうほう、それで。そして時間が経つことによって、折られた髪の毛がずれて一方だけが長くなったという推論があるんだぜ。なるほど。で、こういう髪が伸びる人形ってすごく長く伸びてるから、それじゃ説明つかないんじゃない？ですよねー、やっぱ科学的に解明するのは無理があるか。次は宮城、親戚白石だ。親戚白石は宮城県白石市沢畑町の中心部に近いところにある、直径1メートルほどの石だぜ。この石は古くから不思議な石として大切にされているんだ。ふん。なんで不思議な石って言われてるの？この石には伝説があって、この石の根は深く、仙台の泉区にある根の白石と地下で繋がっているという話があるんだぜ。地下で長く伸びてる形をしてるってこと、なんかキモい。沢畑町と泉区は、直線距離にしておよそ40キロも離れているけど、この伝説は長らく信じられているんだ。でも繋がってる一つの石だとして、それが何だというのか。二つの石が地下で繋がっていることから、
この石は現在では縁結びのご利益があると言われているんだぜ。なんだかなぁ。うちの白霊神社にも石を置いたらお賽銭が増えるのかな。三つ目は東京、縁切り絵の木だ。この縁切り絵の木は親戚白石とは逆に、悪縁を切るご利益があると言われているぜ。縁を切りたいなら祈るよりも、その人にはっきり言う方が良くない？神社の巫女がそれ言うなよ。縁を切る方法は、縁切り絵の木の樹皮を削って、煎じて飲ませると良いと言われているぜ。祈るんじゃなくて飲むとは。でもなんで縁切り絵の木と呼ばれるようになったの？江戸時代に、この辺りに武士の屋敷があったんだ。この武士は屋敷の周りに木を植えていて、その中でも2本の木が目立っていたため、誰が言うともなく、えのきつき、と呼ばれるようになったんだぜ。ほうほう。この、えのきつき、はいつしか詰まって、縁つき。つまり、縁つき、と呼ばれるようになったから、縁切りのご利益があるとされたんだ。なんだ、ダジャレじゃん。四つ目は石川、小石海岸だ。石川県には小石海岸というロマンチックな名前の海岸があるんだぜ。現在では恋人の聖地、としてカップルに人気の観光スポットになっているんだ。羨ましい、私が行って台無しにしてやろうか。八つ当たりはやめなさい。しかしこの名前とは裏腹に、この場所には悲しい伝説が残されているんだぜ。どんな伝説かな？かつてこの辺りに助三郎という名前の男が住んでいたんだ。男は釣りが好きで、毎日のようにこの海岸を渡った向こうの島に釣りに行っていたんだぜ。嫌な場があったんだね。ある日、スケサブローはいつものように釣りをしていると、海で溺れている女の人を発見した。あわやというところでスケサブローはこの女の人を助けたんだぜ。これは、フラグが立っちゃったかな。この女の人は美しい女性であったため、スケサブローはたちまち恋に落ちたんだ。やっぱり、私みたいな美人は得だね。なんか言った？で、女の人は鍋のと名乗り、近くに住んでいて、この日は海岸に来て海藻や貝を取っていたと話したんだ。鍋野も自分のことを助けてくれた助三郎に好意を抱くようになったんだぜ。いいなぁ、私もイケメン男子に助けてもらいたい。相思相愛になった二人は毎晩この海岸を渡った向こうの島に来て会っていた。海岸の周辺では岩が多く、危険なため、いつも先に鍋野が来て、火を焚いて、助三郎はそれを頼りに鍋野の元へ行っていたんだ。助三郎は仕事があって遅くなるからかな。鍋野は美しかったので、鍋野に恋をしている男の人は助三郎以外にもたくさんいたんだぜ。その一人が源氏という男だ。三角関係に。さてどうなる？告白した源氏に鍋野は、自分のことを救ってくれた助三郎に恋していて、源氏と恋仲になることはできないと告げたんだ。あちゃー、振られちゃったねー。まあ当然でしょ。源氏は鍋野を愛するあまり、諦めきれず。スケサブロウさえ殺してしまえば鍋野は自分になびくと思うようになったんだぜ。うわぁ、地上のもつれでヤバい展開に。ある日、源氏は鍋野とスケサブロウがいつも会っている島に先回りし、火を焚く鍋野を待ち構え、鍋野を縛り上げたんだ。非常な源氏、こんな奴がモテるわけないよ。そして、火を危険なところに移したんだ。それを知らないスケサブロウは、いつものように火を頼りに来たけど、足を滑らせて、海に落ちてしまったんだぜ。かわいそうに。源氏め許せん。そしてこれを見届けた源氏は、鍋野の元へ戻って縄をほどき、助三郎はもうこの世にはいないことを告げ、今度は自分を好いてほしいとお願いしたんだ。はい、そうします、なんて言うわけないでしょ。しかし、鍋野は源氏の隙をついて逃げ、助三郎の後を追うかのように、そのまま海に身を投げてしまったんだぜ。二人ともかわいそうに。やがて、助三郎と鍋野の悲劇は語り継がれ、この海岸は、小石海岸、と呼ばれるようになったんだ。なんとも後味の悪いお話だけど、それだけに実際にあったことなのかもね。5つ目は静岡、さよの夜泣き石だ。さよの夜泣き石は静岡県の掛川にあって、夜になると泣くという伝説が語り継がれているんだ。こわ。でもなんで夜に泣くの？それは、この石にも悲しい伝説があるからなんだぜ。そうなの、日本には悲劇が多いんだね。昔、この地に住むお石という名前の妊婦がいたんだ。石だけにお石？たまたまだろう。お石は菊川というところに出かけて、その帰りに、この丸石のあたりで腹痛に見舞われ、うずくまっていたんだ。陣痛かな、妊婦さんは大変だね。とどろき行右衛門という男がそこを通り、金に目がくらみ、お石を切り殺して金を奪って逃げてしまったんだぜ。ひどすぎる、でも昔はそういうことも多かったのかもね。その切り口から子供が生まれ、お石の魂は丸石に取り付いて、産んだ子を助けてほしいと泣くようになったんだ。
うわ怖い、ガチなホラーじゃん。そしてこの石は夜泣き石と呼ばれるようになったんだぜ。生まれた子の方はどうなったの？泣き声を聞いて人が来たので子は助けられ、その子は育った後に母の仇を討ったと伝えられているぜ。そうなんだ、それでお石さんの霊が慰められるといいね。6つ目は秋田、水門竜神社だ。水門竜神社は秋田県の城市にある、八幡神社の中にあるんだ。かっこいい名前だね、うちの白霊神社も負けてないけど。この神社の由来には、怪しい伝説が残されているんだぜ。怪しいって？それはどんなお話？水門竜神社のある能代市は江戸時代に港町として大いに栄えていたんだ。江戸時代の港町って風情があっただろうね、見てみたい。1716年から1736年の間の頃、播磨の国、現在の兵庫県あたり、から一艘の船が能代にやってきたんだ。船は約1ヶ月近く港に停泊していたんだぜ。兵庫から秋田までって、瀬戸内海からぐるっと回ってきたのかな、長旅だね。そんな時、現地に住むある女の人が、この船の船乗りに恋をしたんだ。海の男はモテるんだろうね、さっきの源氏とかいうやつとは違って。船乗りは港に停泊し、荷物を積んだ後は自分の故郷に戻るのが通常なんだ。この船乗りも荷物を積んだ後、播磨の国に戻るつもりだった。恋した女の人はどうなっちゃうの？いざ播磨の国に戻ろうとした時、この男に恋をした女の人は、自分も播磨の国に連れて行ってほしいと言い出したんだ。そうなるよねー、それで男の人はどう答えたの？男は故郷に妻がいたため、この女の人のお願いを断ったらしいぜ。それ、最初にちゃんと言ったのかなー？女の人は遊ばれていたかも。しかし、あまりにも女の人がしつこく言い寄ってきたため、やむなく船に乗せてやる、と女の人を誘い出し、小舟に乗せて沖に出たんだ。不倫と分かっても引き下がらない女の人の方にも問題あるけど、どうなったのかな？そして男はその場で女の人の首を絞めて殺してしまったんだぜ。ひどすぎる、今回、物騒な話が多いね。男はその後、女の人の遺体に重しをつけて、海に投げ捨ててしまった。残酷な話だけど、江戸時代って今よりもそういう事件が多かったのかもね。他には、男に妻がいることを知って、女の人が自ら海に飛び込んだという説もあるらしい。それはそれで女の人がかわいそうだね。男はその後、何もなかったかのように他の者と一緒に船に乗り込み、能代の港を出ようとしたんだ。ひどいやつだ、許せないね。ところがいきなり大風が吹き荒れ、船はたちまち風に煽られて、ついには転覆してしまったんだ。この男を含め、乗り合わせた船乗り全員が溺れて亡くなってしまったそうだぜ。まさに天罰、他の船乗りは気の毒だけど。それ以来、能代の港では播磨の国の船が来ると必ず大荒れになるため、これはこの女の人のたたりだという言い伝えが生まれたんだ。播磨から来る人たちは、とんだとばっちりだね。そして、この女の人の怒りを収めようと、この水門竜神社が建てられたんだ。水門竜神社が建てられた後は、彼女のたたりは収まったと言われているぜ。由来の割にはかっこいい名前だね。不倫神社とかの方がいいんじゃない？七つ目は石川、地震石だ。石川県白石寺家町にある能登一宮、桁大社から東に、およそ300メートルほど離れた場所に、地震石があるんだぜ。何それ？地震を起こすの？いや逆。地震石は地震を抑えるための石と言われ、この地方の地震が少ないのはこの石のおかげだと言われているんだぜ。すごい、日本中に欲しいねそれ。ただ、この地震石には奇妙な伝説も残されているんだ。そうなの、せっかく便利な石なのに。文久3年、1863年に、海から攻めてくる敵からこの地方を守るために、この地にとある武士が派遣されたんだ。幕末の動乱の時代のことだね。この武士は、ここの石には不思議な力があるという噂を聞きつけ、試しにこの石に小便をかけたそうだぜ。なんと罰当たりな。するとこの武士は石に小便をかけた後、たちまち顔色が悪くなり、その夜のうちに亡くなってしまったそうだ。うわぁ、亡くなってしまうのはさすがに気の毒。この武士の行いにより、この武士の一家の名誉は地に落ちてしまった。この武士の息子はたたりを恐れ、何度もこの石のある神社にやってきて参拝したそうだぜ。それで許されたの？結局、一家の名誉は回復しなかったそうだ。そっか？じゃあうちの神社にお参りしてみたらどうかな？意味ないだろ。八つ目は宮城、割石だ。宮城県の多賀城市と仙台市との境界線の近くを流れる、七北田川の堤防道には石と呼ばれる石があるぜ。この石にも何か伝説があるの？
かつて、この七北田川は氾濫を繰り返し、大きな被害をもたらしたんだ。そこで、川の氾濫を防ぐため、堤防を新たに築くことになったんだぜ。今の時代も洪水は多いし、昔はさらに大変だったんだろうね。そして堤防の工事がうまくいくように、人柱を建てることになったんだ。え、人柱って何？人柱とは、昔、城や橋、堤防などの困難工事にあたって、神の心を和らげるために、生贄、として生きた人を水の底、または地面の中に埋めることだぜ。じゃあ怖い、昔はそんな恐ろしいことをやってたんだ。土工たちは、昼間は工事をしながら、夜になると目ぼしい人柱が現れるのを待ったんだ。そして、とある夜、何も知らない女の人がこの付近を通りがかった。やばい、逃げてー。そして土工たちはこの女の人を捕まえて、工事中の堤防に生き埋めにして人柱にしたそうだぜ。ひどい、かわいそうに。人柱のおかげか工事は順調に進み、やがて立派な堤防ができたんだ。ところが、しばらくすると堤防に、夜になると女の人の幽霊が出るという噂が広まったんだぜ。そりゃ化けて出てきたくもなるよ、浮かばれないだろうし。この噂を聞きつけた一人の侍が、幽霊を退治してやろうと名乗り出たんだ。そして、この侍は幽霊が出ると噂される堤防に来たんだぜ。退治されるべきなのは女の人を人柱にした人たちの方じゃない？女の幽霊が現れると、侍は持っていた剣で切ったんだ。すると、幽霊はさっと消えたそうだぜ。幽霊さん、退治されちゃったのかな？翌朝、幽霊を切りつけた場所に行くと、そこには一刀両断された石があったそうだ。そうして真っ二つにされた石が、現在割り石と呼ばれる石なんだぜ。幽霊と石との関係がわからないけど、ともかく人柱にされた人はお気の毒だね。このように日本各地にはいろいろ不思議な伝説があるんだぜ。じゃあ次は日本各地の不思議な伝統祭りを紹介しよう。神奈川県川崎市の金村祭りみたいな、男の人のあれの形をしたおみこしを担いだりして、海外ですごい有名なんだよね。どうして霊夢はそういうのだけは詳しいのか。あのお祭りは確かに不思議だけど、1970年代から始まったので伝統はないからパスな。日本の不思議な伝統、伝説15選。その2、日本各地の不思議な伝統祭り。まず一つ目、塩かけ祭りだ。塩かけ祭りは、三重県和具漁港周辺で毎年の夏に開催される、780年の歴史を誇るお祭りだぜ。どんなお祭りなの？簡単に言うと、船に乗りながら海水をかけ合ったり、海に投げ入れたりするお祭りなんだ。当日漁師たちはまずアワビなど、獲物を神社にお供えして、1年間の大漁と、海の安全を祈願するんだぜ。ふむふむ、最初は普通だね。漁師たちは船に乗り込み、海に出て、船同士人同士で海水を掛け合ったりするんだ。なかなか楽しそうなお祭りだね。これはどうして行われてきたの？塩かけ祭りは海の女神、一木島姫の御事の里帰りをお祝いするお祭りなんだ。漁師たちは里帰りのお祝いのため、朝早くから獲物を神社に備えるんだぜ。由緒正しいお祭りなんだね。かつては、早い船は遅れる船を海の上で待ち伏せ、海水を掛け合っていたそうだ。これはお互いに、汚れを洗い清める、という漁村特有の考え方から生まれた伝統なんだぜ。また、一番早く船に水をかけた船は大漁になるという言い伝えもあったんだ。今は危ないから競争要素はなくなったのかな？塩かけ祭りの最大の見どころは、なんといっても祈願の後に海水をかけ合うところだぜ。船の上でバケツやホースを使って海水をかけ合ったり、行為を寄せている相手を海に投げ入れることもあるそうだ。そうなの？じゃあ私が参加したら投げられまくっちゃうよ。それはないだろ。豪快に水をかけ合った後は、美しい花火も上がるそうだぜ。二つ目はパーンプ、プナハ祭りだ。パーンプ、プナハ祭りは沖縄県の宮古島の北部、島尻エリアで、年に一度9月に開催される伝統のお祭りだぜ。パーンプ、プナハってどういう意味？パーンプ、は鬼や妖怪を意味し、プナハ、は祈願祭を意味するんだ。全身泥まみれで不気味な仮面をかぶったパーンプと呼ばれる人々に追いかけられ、捕まえた人には泥を塗りまくるお祭りなんだぜ。すごいね、参加はしたくないけど見てみたい。泥を塗られるのは人だけではなく、家や車にも泥を塗られるため、パーンプ、プナハ祭りが開催される日は街中が泥だらけになってしまうんだぜ。普通なら怒られるけど、お祭りの日は特別だね。この泥には厄払いの効果があるとされているぜ。泥を塗られた人は、豊作円満や無病息災の御利益があると言われているんだ。そうなんだ。それでも泥は塗られたくないな。
パーンプ、プナハ祭りの一番の見どころは、泥まみれの人に皆が追いかけ回されるところだぜ。大人子供に関わらず、全員がパーンプに追いかけられるから、笑い声と悲鳴が絶えないそうなんだ。南国らしい、楽しくて愉快なお祭りなんだね。三つ目は笑い祭りだ。笑い祭りは和歌山県日高郡日高川町で開催される、江戸時代からの長い歴史を持つ祭りなんだぜ。これは名前からして楽しそうなお祭りだね。この祭りは、世界有数の旅行ガイドブック出版社であるロンリープラネットが選んだ。世界で最も幸せな場所、のトップ10入りを果たし、世界でも有名になっているそうなんだ。どんなお祭りなの？ひたすら笑い続けるとか？白く顔を塗り、赤色で顔の方に、笑い、の文字を施した、鈴振り、と呼ばれるものが神輿や屋台を誘導しながら、笑い笑え、永楽じゃ、世は楽じゃ、と言って街を練り歩くお祭りなんだぜ。え？それは逆に怖いような。どうしてこの祭りをやるようになったのかな？この祭りの由来は、その昔、祭神の入都姫が10月に行われる出雲大社での神様の会議に、初めて出席することになった時、寝過ごしてしまったことに始まるんだ。それでどうなったの？入都姫が落ち込んでいるのを心配した村人たちが、笑え、笑え、と、慰め勇気づけたことが笑い祭りの始まりと伝えられているぜ。人間に慰められる神様って、なんだか頼りないかも。このお祭りの見どころは、鈴振りに言われてみんなが大笑いをしている光景だ。見た人はとても不思議で、そしてなぜか幸せな気持ちになるそうだぜ。一度は見てみたいね。四つ目は六号の竹打ちだ。六号の竹打ちは、秋田県美郷町で行われる、700年余りの歴史を持つ全国で最も危険な祭りと言われているんだ。日本一危険。岸和田だんじり祭りより危ないの。オーストラリアのメディアにより、世界の危険な祭り、第3位に選ばれたそうだぜ。世界ナンバー3のヤバさって、どんなお祭りなのよ。6号の竹打ちは毎年2月11日から15日までの5日間にわたって行われるんだ。豊作、安全繁栄を祈る年越え、と、凶作と不幸を除去する悪魔払い。そしてその年の吉凶を占う年占い、が行われるぜ。ふーん、割と普通じゃない？しかし最後のクライマックスでは、7から8メートルの竹を持った若者たちが、南北に分かれて激しく打ち合いをするんだ。これが危険だということだぜ。それはやばいね、怪我人も出そうだ。打ち合いが終わった後は、今年も豊作であるように、と念じながら割れた竹で御神火を打ち合うんだ。とにかく打ち合うんだな。どうしてそんなことをするの？一連の行事の起源は1200年代の鎌倉時代に遡ると言われているぜ。豊作祈願の火祭りとして始まったと伝えられているんだ。危険だけど由緒正しいんだね。クライマックスの竹打ちでは、若者が南北のチームに分かれて戦うけど、北のチームが勝てば豊作、南のチームが勝てば米の値が上がるというジンクスもあるんだ。じゃあ北のチームを応援したい、でも農家としては米の値段が上がるのでもいいのかな。祭りのクライマックスの竹を使った打ち合いは、竹の割れる音や、人々の叫び声が飛び交う大迫力の光景に圧倒されるぜ。それは危険な分、すごい見物なんだろうね。最後には御神火を打ち合うので、火柱が上がり、火の粉が天に舞う幻想的な光景が見られるんだ。アンチックな景色なのかも。5つ目は牛津暴れ祭りだ。牛津暴れ祭りは石川県能登半島で行われる、350年以上の歴史を持つ伝統的なお祭りなんだぜ。暴れ祭りって、今回のもやばそう。祭りは2日に分かれて行われるんだ。初日では、夜になると、高さ7メートルにもなる5本の柱松明に火がつけられ、松明の周りを、40基もの切子が太鼓の音に合わせて、掛け声をしながら、ひたすら練り歩くんだ。あれ、言うほど暴れないみたいだけど。暴れるのはその後だぜ。2日目の最後では、神輿を地面に叩きつけたり、海や川に投げ込んだりして破壊するんだ。ちなみに、切子とは巨大な灯籠なんだぜ。やっぱり暴れるんだ。相手が人間じゃなくて物でよかったけど。牛津暴れ祭りの由来は、350年前、当地に疫病が流行したため、盛大な祭りを始めたところ、患者が救われたことらしい。お祭りのおかげで治ったとは思えないけど、コロナ禍はそれじゃ収まらないし、巫女の霊夢がそれ言っちゃダメだろ。それで喜んだ地元の人々が、キリコを担いで神社に詣でたのが祭りの始まりだと言われているぜ。感謝の気持ちから始まったんだね。神輿を破壊するのは、神輿が壊れれば壊れるほど、神輿に乗る神様が喜ぶという言い伝えがあるからと言われてるんだ。どういう神様なのよ。人間には理解できないわ。
初日の夜では、巨大な松明に火がつけられるので、燃え上がる炎とともに、キリコを持って踊る様子が圧巻なんだぜ。それは見てみたいなぁ、楽しそう。二日目の神輿の破壊は、梶川橋の上から神輿を川に投げ込み、水中で神輿を転がしたり上に乗ったりする豪快な暴れっぷりが、祭りのハイライトと言われているぜ。迫力ありそうだね。六つ目はカセトリだ。カセトリは江戸時代から続く、毎年寒さが厳しい2月に行われる伝統行事だぜ。かつては全国で行われていたけど、現在では山形県上山市で行われているんだ。変わった名前のお祭りだね。どんな内容？このお祭りでは、境内と呼ばれる蓑をかぶった裸の男たちが、威勢のいい声を上げながら市内を練り歩くんだ。市内で練り歩く男たちに対して、観客たちは祝いの水をかけまくるというお祭りだぜ。いや、寒そう、なんでそんなことを。祭りの名称であるカセトリは、カセギトリ、または、カセイトリ、に由来していると言われていて、境内、と呼ばれる蓑をかぶった裸の男たちに水をかけることで、五穀豊穣や商売繁盛のご利益があると言われているんだ。景気に冷や水を浴びせる、にならなければいいけど、祭りは真冬に行われるので、裸で冷たい水をかけられている男たちが、寒さに耐えながら必死に踊り歩く姿を見ると、きっと感動するぜ。でもちょっとかわいそうかも。また、お祭りで使用された藁は縁起物と考えられていて、女の子はそれで髪を結ぶと一生黒髪に恵まれるという言い伝えもあるそうだぜ。そうなの？私も欲しいなぁ、将来ハゲたくないし。七つ目はケベス祭りだ。ケベス祭りは大分県の国東市国見町の岩倉八幡神社で、毎年の10月に行われているぜ。スケベ祭り？言うと思った。この祭りは奇妙なお面をつけた、ケベス、が、燃え盛る炎の中に飛び込もうとして、白装束姿の、刀婆、が阻止するんだ。自殺を戒めるお祭りなのかな？この祭りの由来は定かではないけど、火を扱う火事の神でもあるウサや旗が近くの海岸に寄りついた説や、かつての皇后が戦いに行く兵士に対して、火を焚いて兵士たちを清めたことから由来したという説もあるんだぜ。それでも火に飛び込むのを止めるという理由は謎なんだね。祭りの見どころは、ケベス、と、刀婆、が戦っているところもそうだけど、一番見応えがあるのは、ケベス、が火の中に飛び込んだ後、刀婆、たちは火のついた芝を持って神社の境内を駆け巡り、観客に容赦なく火の粉を浴びせるところだぜ。え、それは火気に注意してやらないとダメだね。お尻を叩かれ、追われて逃げ惑う人もたくさんいるそうなんだ。いや、それは参加したくないかも。そして、この火の粉を浴びると無病息災のご利益があると言われているんだ。そういう火の粉を浴びるとご利益のある祭りって他にもいくつかあるみたいね。奈良の東大寺の修二会とか。お、意外と勉強してるな、さすがは巫女。日本の不思議な伝統、伝説15選、まとめだぜ。以上、日本の不思議な伝統、伝説15選を紹介したけど、霊夢はどう思った？そうだねー、伝説の方はかわいそうな女性のお話が多くて、昔の時代の女性は生きるのが辛かったんだろうなと思ったよ。そうだな、だから今の時代は女性の権利についてよく議論されるんだ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、日本の寺院や遺跡って未だに謎だとされることが多くあるんでしょ？そうだぜ。なんとなく観光している人も多いだろうけど、その場所の歴史や、未だに解明されていない謎について知った上で行ってみると、また違った楽しみ方ができるぜ。世界の謎も魅力的だけど、身近な日本で解明されていない謎が存在するなら、より興味が出てくるね。それじゃあ今回は、誰もが知っている場所も含め、未だ解明されていない日本の謎を8つ紹介していくぜ。それではゆっくりしていってねー。トップバッターは、法隆寺の爬虫類の像だぜ。法隆寺は奈良県にある、聖徳宗の総本山の寺院で、日本寺院の中でもかなり有名な寺院だぜ。五重の塔があることでも有名だよね。そして、法隆寺とその建築物群は、世界遺産にも登録されており、その他にも多数の文化財を有しているぜ。そんな法隆寺に爬虫類の像なんてあったんだ。法隆寺が有する像の中には、謎に包まれた塑像があるんだぜ。塑像って？
塑像とは粘土を素材とした彫刻のことだぜ。問題の塑像は、五重塔の初層に安置されている塑像の中でも最も有名な、北面にある釈迦の入滅という作品の中に存在するぜ。この塑像は釈迦が涅槃に入り、様々な仏に迎えられる姿を、弟子たちが悲しみながらも送り出すという場面を表現していると言われているぜ。涅槃って仏教での死を表す言葉？そうだぜ。煩悩の火が吹き消された状態、つまりは悟りの境地のことだぜ。五重塔初層に安置されている塑像だけど、何が奇妙なの？塑像群は横になった釈迦の周りに配置されているのだが、その中の3体の塑像は少し暗い場所に配置され、しかも他の塑像に隠れるように安置されている。そのため肉眼では確認しづらいが、なんとその3体だけが、頭部だけ動物の姿で作られているんだぜ。頭部だけが動物なの？何の動物？その3体はそれぞれ、馬頭羊、上頭羊、粗頭羊と名付けられており、十二支をかたどった像なのではないかと言われているぜ。確かに十二支の中にある動物だね。十二支という共通点から、薬師如来を護衛する十二神将を表現しているという説もあるぜ。十二神将？十二神将とは、十二方角を守る神で、かつては方角を表していた十二支に結びつけられて表現された神将なんだ。なるほど。ただ、この説には慎重な意見もあるぜ。どういう意見があるの？写真で確認するとわかりやすいのだが、この3体の塑像が馬や鳥、ネズミには見えないという意見だぜ。でも人間の顔ではないんでしょ？確かにこの3体の塑像は間違いなく人間の顔ではないのだが、耳もなく、蛇のような滑らかな頭部の形をしているんだ。その上口先は尖っており、目は吊り上がっていることからも、やはり爬虫類系の特徴を捉えているようにも見えるというぜ。何より十二支をかたどるなら3体では足りないわね。あと9体は必要よ。それらの観点から有益な説はあるものの、なぜこの3体だけを日本文化でも珍しい動物の頭の像にしたのかは分かっていないそうだぜ。この3体の塑像について他の情報はないの？イラクのウバイド遺跡から出土した爬虫類人の像と顔が酷似していると一時期話題にはなったそうだぜ。爬虫類人とはまた奇妙なネーミングだね。爬虫類人とは人型の爬虫類のことで、その正体は宇宙人とも、地下世界の住人とも言われている存在だぜ。ほう、世界中で散見されている竜や邪神の伝説は、この爬虫類人が関係しているという説も存在しているぜ。だから、この3体の塑像も、もしかすると、爬虫類人だったのではないかと噂されているんだね。もしも、遥か遠くの異国の地の宗教と一致するのならば、とてもロマンのある話だぜ。それは他宗教と共通する存在が日本にもいた。もしくは他宗教からの影響を受けた可能性があるということになるからね。また新たな新発見につながるかもしれないぜ。そもそも五重塔初層安置の塑像はオリジナルの釈迦涅槃図とは著しく異なる部分も存在し、作者が不明な上、どんな意図を持って作られたのかもわかっていないんだ。これらの像の背景に他国からの一般的には知られていない影響があって作られたのか、はたまた地球外生命体の存在を示唆するために作られたのか。いずれにしてもロマンがあるね。2番目は、沖縄のロゼッタストーンだぜ。ストーンってことは石のこと？ロゼッタストーンというのは、エジプトのロゼッタで発見された、文字が刻まれた石板のことで、古代エジプト文化を理解する上で必要不可欠な存在だぜ。同じようなものが沖縄で見つかったの？そうなんだ。1933年に沖縄で文字や絵が刻まれた線刻石板が発見されたぜ。沖縄の線刻石板は、ロゼッタストーンに似ていたため、沖縄のロゼッタストーンと呼ばれるようになったんだ。なるほどね。沖縄のロゼッタストーンは古代日本文化を解明する手がかりになるかもしれないと期待されているぜ。沖縄のどこで見つかったの？沖縄のロゼッタストーンは1933年に嘉手納町で最初に発見され、それから2008年までに13枚が発見されているぜ。そんなにあったんだね。だが1枚は紛失してしまい、現存しているのは12枚だと言われていて、現在ではその一部が沖縄県立博物館美術館に収蔵されているんだ。え？なんでそんな貴重なものをなくしちゃったの？なんだか陰謀論を唱えたくなるよな。今まで見つかっているものは大きく欠けてはいるものの、一部と推測されており、その大きさもまちまちなんだぜ。石板には何が刻まれているの？内容は船や農作業、建築物や動物と思われる絵の他に、簡単な文字模様が石板一面に刻まれているぜ。へえ。石板に描かれた絵は、線画主体の簡単な図形などで描かれているため、わかりやすい図形以外は、現在でも何を表現されているのか、大半がわかっていないんだ。そっか、それは残念だね。沖縄のロゼッタストーンは、わかっていることが少なすぎて、情報がほとんどないぜ。
図形も判明していないものが大半だし、書かれた年代もわかっていないぜ。そして、どこの文明由来のものなのかすらわかっていないんだぜ。それじゃあ、これを残した民族も謎だね。仮説を立てている人はいないの？言語学者による仮説では、沖縄のロゼッタストーンはヤーバンに近いのではないかと言われているぜ。ヤーバンって？ヤーバンとは、家紋のようなものや、野号を示すもので、記号のようなデザインが書かれているものだぜ。沖縄では一般的なの？沖縄ではかなり一般的に使用されていたもので、祭事行事などでそれぞれの家から持ち寄り、お盆などにこうしたヤーバンが飾られていたそうなんだ。今のところこれが一番有力な説なんだね。でももし本当に古代のヤーバンだとすると、当時沖縄に住んでいた人々の役割分担などが見えてくるのではないかと期待されているぜ。確かに、他には都市伝説めいた話も存在するぜ。実は沖縄のロゼッタストーンは144枚発見されていたが、そのほとんどがアメリカに没収されたとの噂もあり、もしそれが事実ならアメリカインディアンのホピ族と何らかの関係があるのではないかと推測されているんだ。どうしてそんな推測がされてるわけ？というのも彼らはいくつかの予言を残していて、その中に東の日イズル国へ旅立った白ヤニが世界を平和に導くという予言も存在する。東の日イズルって日本のこと？ああ、その東の日イズル国というのは日本であると解釈されているんだぜ。そして世界を救済する鍵となるのが沖縄のロゼッタストーンだと言われているんだ。そんな重要な役割が？ニュージーランドのワイタハ族の伝承の中にも日本人が救世主になるとあるしな。もしこの噂が本当ならば、とてもロマンがあるよね。そうだな。しかし同時に没収した沖縄のロゼッタストーンを返してほしいな。もし回収された石板があれば謎が解けるかもしれないね。いずれにせよ噂だから、真実は謎のままだぜ。この先進展があることを期待しとこう。3番目は清水寺についてだぜ。清水寺は京都東山区にある北総宗の大本山の寺院だ。修学旅行の定番ともなっている有名な寺院だね。建物、境内地もともに国宝に指定されているぜ。昔はこの清水の舞台から飛び降りて生還できれば大願成就する、死んでも極楽浄土が待っているという信仰があり、実際に多くの人が飛び降りたという事実があるそうだぜ。そうだよね。清水の舞台から飛び降りるという言葉が有名ね。そんな清水寺には語り尽くせないほど不思議な謎が数多く秘められているんだぜ。ほう、それは知りたい。その中でも有名、またはインパクトのある不思議な謎を7つ紹介していくぜ。7つも不思議があるんだ。まず1つ目はこの舞台についてだぜ。清水寺の舞台は釘を一切使わず、一度組んだら決して外れない地獄組という手法で建てられているんだ。だが、実はこの舞台はいつ、何のために作られたのかはわかっていないぜ。確かに気にしたことなかった。逸話も含めて諸説あり、この舞台は当時ご遺体を投げ捨てるための場所だったとする説や、山の中腹にあるご本尊様のお参りの順番を待つ場所とするような話など様々な説があるぜ。だがこんなに大規模な施設にもかかわらず建築の意図がはっきりしないのは不自然だと謎にされているんだ。ふむふむ。二つ目は仁王門前の狛犬にまつわる謎だぜ。通常狛犬といえばアウンと言われていて、口を開けているアヨウと口を閉じている運用が対をなして存在しているよね。そうだな。しかし仁王門前の狛犬はどちらも口を開けているんだぜ。本来アウンは万物の始まりと終わりを表していると言われているけど、仁王門前の狛犬はどちらも始まりを表すアヨウなんだぜ。アウンではなくアーってことだね。どうしてアウンではなくアーとしたのかは定かではないが、まるでこの場所が大きな出来事が始まる場所だと言いたげに見えないだろうか。謎だね。三つ目は仁王門に関する謎だぜ。この門の右側端にはまるで指でくり抜いたような小さな穴が開いているんだ。この穴は表側と裏側にそれぞれ存在し、どちらか片方に耳を当てて、反対の片方を誰かに叩いてもらうとカンカンという透き通った音が聞こえてくるという不思議な穴なんだぜ。へえ、面白いね。何の目的でこの穴を作ったのか、どうして澄んだ音色になるのかは未だにわかっておらず、謎のままとされているぜ。もしかして門の内と外で何らかの合図を送り合っていたのかも。この音色は本当に澄んだ音らしく感動するというぜ。そうなんだ、聞いてみたいな。四つ目は馬とどめの逆さ感だぜ。何それ？馬で訪れた参拝者が馬を繋いでおくところのことだぜ。駐車場みたいなこと？そういうことだぜ。仁王門に上がる石段の左手前に切り妻造りの建物があるのだが、この場所はかつて馬で参拝に訪れた貴族や武士の馬を繋いでおく場所だったと言われているんだ。中には4つの仕切りがあり、馬ごとを繋げることができる構造だぜ。その馬柱が謎めいているの？ああ、
その柱についている手綱をつなぐ金具が、なぜか二つだけ逆さに取り付けられているんだ。他は横向きにつけられているのだが、この二つは下向きなんだぜ。何か意味があってのことなのかな。こちらも諸説あるが、建造に携わった大工のミスであるという説や、遊び心であえて、下向きにしたという説などがあるぜ。ただの間違いや遊び心？真実はわからないが、当時の大工の仕事ぶりや気分を想像できる面白い謎だと言われているぜ。なんだかほっこりするね。でもこんな大事な建築物でおふざけなんていうのもな、実は何か重要な意味があるのかもしれないぜ。5つ目は正門の右下にある石灯籠だぜ。これは虎の図の石灯籠とも呼ばれていて、名前の通り虎の絵が刻まれているぜ。この絵のどこが不思議なの？この虎の絵は、どの方向から見ても睨まれているように見える不思議な絵で、八方睨みの虎とも言われているんだ。へぇ。この石板の虎は、かなりリアルに描かれており、夜中には池の水を飲むために、石灯籠から抜け出すという伝説も生まれるほどだったぜ。実物を見てみたいな。6つ目は、配管入り口にもなっている、とどろき門だぜ。ここは門であるにもかかわらず、なぜか扉がないんだぜ。それじゃあ、門の意味ないじゃないの。なぜ扉がないのかは定かではないが、来る者拒まず、去る者追わずという意味があるのではないかと推測されているぜ。不用心だね。7つ目は轟橋だぜ。轟門の前にあるこの橋は、なぜか川も池もない場所にかかっている橋なんだ。昔はここに川が流れていたんじゃないの？言い伝えでは、大昔には小川が流れていたとされるものの、実際に川があった痕跡はどこにもなく、言い伝えは後付けではないかと言われているぜ。そうなんだ。他にも、観音様のいらっしゃる世界に渡るという意味であえて作ったという説もあるぜ。しかし、実際なぜ作られたのかは分かっていないんだ。気になるね。清水寺には、今回紹介した謎の他にもたくさんの不思議が隠されているらしいぜ。ほう、他にも調べてみると面白そうだね。4番目は、三徳山三仏寺の奥の院、投げ入れ堂だぜ。どこにあるの？投げ入れ堂は、鳥取県にある木造建築の奥の院で、日本一危険な国宝の異名を持つ、とんでもない場所にある建物だぜ。とんでもない場所って？険しい登山道の先の断崖絶壁に建てられており、上方には岩壁がせり出しているんだ。しかも投げ入れ堂がある山は、滑落事故も起きている、とても危険な修行の山なんだぜ。それは危険だね。参拝する人いるの？この場所にたどり着くには、まず厳しい入山チェックを受ける必要があり、ほぼ垂直の岩場を登り、文殊堂にたどり着かなければならないぜ。その後、滑りやすい岩の道を抜けて、いくつかの御堂を通過すると、ようやくこの投げ入れ堂に到着するんだ。すごいね、それが日本一危険な国宝と呼ばれるゆえんなんだね。長い柱で床を支える建材作りの投げ入れ堂は、岩窟の中にすっぽりと収まり、世にも不思議な光景を作り出しているぜ。いつ頃建てられたのかな？建築方法から導き出された説によると、建てられたのは平安時代後期だと言われているぜ。だが、現在の投げ入れ堂は改造を経てきたものなので、部分ごとに造有年代が異なるとする研究者もいるんだ。結局のところいつ建てられたのかは詳しいことは分かっていないぜ。こんな危険な場所にどうやって建てたんだろうね。それな、どのような方法でこの投げ入れ堂が建てられたのかということが、一番の謎なんだ。言い伝えでは、円の渦ヌという呪術者が、法力で建物ごと平地から投げ入れたとされているぜ。思いつくすべての建築方法よりも、投げ入れられた言い伝えの方が現実的にさえ思えてしまうぜ。確かに、修繕や改造が行われていることからも、人の手でこの場所に足場を組んで建築をするのは、不可能ではないとはわかるものの、投げ入れ堂が建てられた時代の技術で同じことができたかと言われれば、そう簡単ではなかったことは明らかだぜ。そういった謎めいた背景もまた、投げ入れ堂の神秘性を際立たせているのかもね。投げ入れ堂までたどり着く道のりには、剥き出しの木の根だけを頼りに、しがみつきながら登り降りしないといけない場所もあるみたいだぜ。かなり貴重な体験ができそう。たどり着くのは大変なことからも、投げ入れ堂を見た時はより神秘的に感じるのだろう。5番目は熊山遺跡だぜ。熊山遺跡は岡山県にある仏教遺跡で、古来より信仰の対象になっていた熊山の山頂付近にある基底部と、三段による基段で構成された建造物だぜ。珍しい形だね。そうなんだ、とても珍しい形をしており、熊山遺跡はおそらく奈良時代前期に建造されたとされているが、詳しい年代はわかっていないぜ。誰が建てたのかもわからないの？ああ、年代どころか誰が何のために作ったのかさえ謎の遺跡だぜ。この基壇の周囲には室町時代前期まで寺院があり、また信仰対象の山の山頂に建造されていることもあって、仏教に関連のある遺跡だということは判明している。ふむふむ、
しかし、どのような意味を持っているのか、儀式のためのものだったのか、はたまた何かのアンチ場的なものだったのか、用途がはっきりしてないんだ。遺跡からヒントとなるものは発見されなかったの？この遺跡が発見された当時、上から2段目の部分に開いている穴の中に、陶製の筒型容器などが一緒に発見されているぜ。おお、遺跡の中には、骨ごと巻物が発見され、そこから予想される建造年代を、割り出したのだそうだが、それらは盗難によって失われたそうなんだ。遺跡の大事な証拠品って、いつも紛失か盗難にあってる気がするよ。そういったこともあり、結局熊山遺跡は、作られた大体の年代以外、何もわからない謎の遺跡になってしまったぜ。なるほどね。このような背景や、形状がピラミッドに似ていることから、和製ピラミッドとして、都市伝説業界では様々な噂が飛び交っているぜ。ピラミッドに似ているんだ、何か意味がありそう。実は熊山一帯には、こうしたピラミッド状の石積みの遺跡が、この他32基も確認されているんだ。さらにそのどれもが目的や年代、建造者が異なっていると考えられ、謎が深まっているぜ。もし本当に和製ピラミッドだったとすると、かなり貴重な遺跡だよね。そうだぜ。熊山遺跡は、マヤ、インカのピラミッドに似ているという考えもあるし、インドの大乗仏教の遺跡、ボロブブル遺跡に似ているという考えもあるぜ。いずれにせよ、太古の日本仏教が、どこの文明、宗教に影響を受けたのかを知る手がかりになりそうだね。その他の説で一番有力視されている説が、仏塔の一種とするものがあるぜ。仏塔って？仏塔とは、釈迦の遺体遺骨、またはその代替物を安置した仏教建築だ。他にも祈りを捧げたり、神託を授かる儀式の場とする説、僧侶になるための主要の儀式の場という説、墳墓説など様々な説があるぜ。こんなに面白い遺跡なのに、わからないことばかりで残念。今後の調査に期待だな。次は、縄文人の謎について紹介するぜ。縄文人のルーツについては、解明されていない謎が多いよね。そもそも縄文人とは、1万5千年から3千年の縄文時代に、日本列島に居住していた人類の総称で、彼らはアフリカからアジア東部に到達したホモサピエンスの集団の中でも最古級の系統に属していたぜ。そんな有名な縄文人だが、実は彼らがどこからやってきて日本にたどり着いたのかについては現在でも断定されていないんだ。ふむふむ。縄文人の遺伝子的要素を持つ人々は日本列島だけでなく、ロシア沿岸部や朝鮮半島、台湾など東アジアの沿岸部などにも少なからず存在していたぜ。うん、そのことからそうした要素を持つ人々が大陸沿岸部に分散する中で、その一部が日本列島に渡ってきた可能性が高いとされていたよね。だが逆に日本列島の縄文人が大陸沿岸部に広がった可能性も否定できないとされているぜ。そうなんだ。不明な点の多い縄文人だが、最近の科学の進歩で研究内容も大きく発展している側面もあるぜ。例えば近年では DNA 解析がさらに進化を遂げ、現代人と縄文人のゲノムを詳細に比較できるようになり、それによって判明した縄文人の特徴も多く存在する。何がわかったの？その中で縄文人はかなり古い時代に東アジア人の共通先祖から分岐し、独自の進化を遂げた集団である可能性も示唆されているぜ。へえ。ただ反対にこれまで提唱されてきた仮説のいくつかは否定されているという側面もあるんだ。現在の考えでは、縄文人は旧石器時代に、東南アジアから移住してきた人々の子孫だとする説が有力視されていたよ。他にも、太古の昔、日本大陸はユーラシア大陸と陸続きだったこともあり、旧石器時代から縄文時代にかけて、ユーラシア大陸各地から狩猟採集民が渡来した説も、提唱されていたぜ。その説が否定されているの？これは全ゲノム配列の解析によって、縄文人骨と現在のラオスに約8000年前にいた、狩猟採集民の個人骨のゲノムが類似していると判明したことによって出てきた説だぜ。現状ではどの説もまだまだ断定するには決定的な証拠がないね。より多くの縄文人骨と、その他個人骨や現代人骨との比較が必要となりそうだな。でもこの縄文人のルーツの謎が暴かれれば、同時に日本語の起源についても解明が進むと期待されているぜ。だからこそ彼らのルーツは、日本の大きな謎を解き明かす必要不可欠な鍵と言われているよね。日本語は現在残る響きや筆記からは、そのルーツが解き明かせていないこともあり、日本語を最初に使い始めた人々のルーツが分かれば、その解明に大きく関わるとも言われているぜ。分からないことが多い縄文人だけど、私たちの祖先であることは間違いなく、確実に遺伝的要素は受け継がれているよね。私たちのルーツであり先祖であるならば、早く解明してほしいな。7番目は、大志子神社の浮石についてだぜ。
まずこの浮石は3つの謎スポットに含まれ、日本三奇と呼ばれていて、古代から謎めいたものとして言い伝えられているぜ。何県にあるの？大志子神社の浮石のある大志子神社は、兵庫県の閑静な住宅街の裏山に、ひっそりと存在している神社だぜ。浮石はここの御神体とされているんだ。その浮石って大きいの？浮石は別名石の宝殿とも呼ばれていて、この浮石は縦 4.7 メートル、横 6.4 メートル、重さは推定500トンとも言われている、とても巨大な直方体の石だぜ。わぁ、大きいね。背面にはおよそ 1.8 メートルの突起があり、周囲には幅約 1.6 メートル、深さ約30センチの溝が刻まれているぜ。その下には小さな池があり、その水面に浮いているように見えることから、浮石と呼ばれているそうだぜ。そうなんだ、浮いてるわけではないんだね。本当に浮いているわけではなく、底部は岩盤から切り離されず繋がったままで、浮石の端の部分だけ削り取られているために、水面に浮いているように見えるだけだぜ。なるほど。そしてこの浮石は誰が何のために作り、どのような方法で作られたのかが判明しておらず、謎の浮石だとされているぜ。非常に奇妙な形をしているその見た目からは、何のために作られたのかを、断定するのは難しいらしいぜ。どうやって作られたのかもわからないの？何より謎なのは、その建造方法だと言われているぜ。だいぶ巨大だものね。この浮石は岩盤をくり抜いて作られた空間に置かれており、この空間も浮石自体も、人の手でくり抜かれたものであることは、間違いないとされているんだ。現代でもこのような巨石に、人の手だけでくり抜くのは困難だよ。そうだよな。この場所は、最も古い記述で730年の不時に登場しており、それによれば、ここは580年頃に作られたとされている。記述の真偽は定かにはされていないが、早ければ聖徳太子の生きていた時代には存在し、遅くとも奈良時代には確実に存在していたとされている。そんな大昔に、これだけのサイズのものを岩盤からくり抜く技術があったなんて思えないぜ。とても長い時間をかけて作られたのか、それとも現代には伝わっていない。高度な採石技術で作られたのか、詳細な建造方法は判明していないのが謎だぜ。そして実は、浮石周辺は竜山といい、古代から現在にかけて使われている採石場が多く存在する場所でもあるぜ。そのため、この土地特有の採石技術が発展していてもおかしくはないという話もある。また、この石は背面にある突起部分が上部で、現在正面とされている部分が本来は底部だったのではないかという推測もあるぜ。この仮説にのっとって、現在繋がったままの底部を切り離し、石を倒したとすると、巨石は何かの屋根のような姿に変わるんだ。何に見えるの？まるで灯籠の上の部分のようだぜ。ふむふむ。また大志子神社の薬記によれば、石の宝殿は神が国土を治めるにふさわしい。石の宮殿を一夜にして作ろうと図るも、反乱により未完成に終わったものだとされている。これらのことから石の宝殿は仏教に関係のある建造物なのではないかとも言われているぜ。巨大な祭壇とか？ああ。有力視されているのは祭壇の一部だとされている説だぜ。だが他にも古墳の棺に使われる予定のものであったという説もある。しかし、石の宝殿の周辺にある採掘場で採れる石は非常に加工がしやすく、古墳の時代にはよく石棺の材料に用いられていたため、現在では古墳の棺の説が有力視されているぜ。その説が正しい場合、500トン近くもある巨石を重機もなしに、どのような方法で運搬しようとしていたのか疑問じゃない？それにこの石はなぜ採石の途中で放置されてしまったんだろう。そうだな。またどういった経緯で神社の御神体になったのかも謎とされているぜ。現在ではこういった謎がミステリアスな存在となり、石の宝殿は目にするだけで、なぜか神秘的で荘厳な雰囲気を味わえるパワースポットとしても有名になったぜ。最後は雨の坂鉾だぜ。雨の坂鉾は宮崎県と鹿児島県の県境に位置する高千穂の峰の山頂に突き立てられている鉾だ。しかし現在刺さっている鉾はレプリカだぜ。オリジナルはどこにあるの？オリジナルは火山の噴火により折れ、葉の一部は回収され、近くの神社に奉納された後、行方がわからなくなっているぜ。また貴重な証拠が行方不明に。絵の部分は今でも地中に残っているという噂もあるが、真偽のほどは定かではないぜ。雨の坂鉾は神話でもその存在が語られていて、イザナギとイザナミが、日本列島を作るためにこの鉾を大地に突き刺し、かき混ぜたとされている。なるほど。ただその所在については、文献と伝承で主張が異なっており、伊勢にあるという説と、こちらの高千穂の峰にあるとする説と、二つに分かれているんだ。ただどちらかという説は定かではないが、本物の坂鉾はもともと、高千穂の峰にあったが、折れた後に伊勢に奉納されたとする派生の説もあるぜ。どっちにしてもオリジナルの雨の坂鉾の所在は、わからないままなんだよね。ああ、
アメノサカホコは現物としていつから存在するのかも定かになっていないぜ。文献に高千穂の峰のアメノサカホコが初めて登場したのが1675年のため、その時代にはすでに存在していたことはわかっているが、それ以前に存在していたのかは判明していないんだ。今のところ判明した事実は少なそうだね。しかし、アメノサカホコを写本にしている妻霧島神社の掲示板によれば、江戸時代には存在が広く知られていたという話もあるぜ。それにもかかわらず、ここまで謎が多いのは不思議なことだね。神話にのっとって考えた場合、アメノサカホコはニニギノミコトが国家の安寧を願って、山頂に刺したもののようだが、実際は誰がこの場所に刺したのかもわかっていないぜ。神話にのっとらない伝承の中には、信心深い山伏がこれを山頂に置いたとする説や、薩摩の島津藩が勢力を誇示するために作っておいたものだとする説もあるぜ。アメノサカホコに関しては、地中に埋まっている絵の部分を科学鑑定すればオリジナルかどうか、また、どういった素材で、いつ作られたものなのか判明する可能性は高いんじゃないの？そのように言われているが、写法に触れることはご法度とされているし、その研究の予算の問題などもあるんだ。課題はたくさんありそうだぜ。こんなにロマンのあるものならば、解明に向けて動いてほしいものだね。いかがだったかな？私たちの住む日本でさえ解明できていない謎が数多く存在しているようだね。そこにロマンを感じるし、同時に早く真実が知りたいというジェラシーも感じるだろう。これから科学がさらに発展し、新たな真実も生まれてくるだろうね。そして私たち日本人が一体何者なのか分かった時、今よりさらにこういった謎の解明が進んでいくと思うぜ。それは楽しみ。ニュージーランドのワイタハ族の伝承にも、アメリカインディアンのホピ族にも、中国の扶桑伝説の中でも、日本は救世主や神聖な場所としての役割が記載されているぜ。そして私たち日本人の正体が判明した時、世界中に存在する伝承がつながり、私たち日本人の本当の役割が明らかとなるのかもしれない。本当に日本人に重要な役割があるならば、それは誇らしいね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。